アイテム番号。SCP-37。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-37 は、サイト32で時期によって収容されます。熱、電動、対放射線性ポリマー、そして真空で構成された地下室に収容してください。SCP-37 からの熱は、周囲の岩に放射されます。万一包囲の完全性が危険にさらされた場合、修理されるまで緊急システムとして低出力アルゴンシールドを生成するでしょう。それに伴い、アクセス拒否。説明。SCP-37 は、北自極の近くのボーフェイト海で1900年に発見されました。激しい電磁気の干渉がアラートカナダ軍基地から報告され、その後、強い輝きが空から海の方へと落下しました。財団の保護者が応じ、水面上で不規則な軌道で約200メートルを揺れる SCP-037 を発見しました。一時的収容手段が考案され、研究のためにサイト32へ輸送されました。SCP-037 は見たところ、直径5センチメートル、2インチ、の星で、太陽の 1×10 のマイナス12乗倍の高度、表面温度は約5000K、ウブブリ分析による測定、です。SCP-037 の年齢と出自は不明ですが、各反応の不安定は注意深く監視されています。スペクトル解析及び基地の天体との比較では、星の構成や老化の理論が成立するならば、未知であるが、SCP-37 は、その特徴的でない大きさ以外は、赤色巨星へ早く移行する典型的な星であると示唆されます。SCP-037 は、北自極経由で地球の磁気圏に侵入したと思われます。SCP-037 の収容と輸送は、強力な電磁石により、磁気を用いて位置や向きを調整することで成し遂げました。初期の収容の試みは、これまでは電磁気の放射によるものでした。それはとても簡単なもので、衛星軌道から肉眼で容易に SCP-037 を確認することができました。慎重に地下深くで囲うのは、SCP-37 の発覚を防止するためと、周囲の岩盤による放射冷却を容易にするためです。事実、設備全体及び大量の地球外核が、強力なヒートシンクとして働きます。研究から、年後、SCP-37 の発展が加速度的に増大したため、電磁放射に移行しました。もし標準の星モデルに照らし合わせるならば、半径が1から300倍に増大し、エネルギー放射を伴う要因となるでしょう。偶発的な収容危機は、万一の場合に備えて研究されています。星の生命サイクルがさらに進むと、おそらく新生として終え、を生成すると推定されます。SCP-037 の発展を阻止する、もしくはことが起きる前に安全な距離へ輸送する研究が進行中です。